ど一緒。あ、おはよう。玉ねぎばっかりやな。玉ねぎツリー。とある人に買って。レモン。私たちは一個。レモンビール買いました。うわ見てあの。うずしおこじだってさ。マジ？待ってらんねえよそんなの。淡路島さよなら。よし。キンキンに冷えとる？キンキンやな。道の駅うずしおあじゃらしゃした。あじゃらしゃしゃした。うわ見て、オーシャンビューどころじゃないよもう。海、ついに四国だ。高速乗らんと四国行けんの？ライフ教。日本じゃないみたいや。なんかナルトモン海峡、ナルトモンいらなかった。もういらなかった。ナルトだよ。ナルト海峡。ここがもう渦潮か。下が見える。渦潮あ見える。あ、なんかぐるぐるしてる。若干。うん。入りました。はい。島入りましたよ。鳴門市。私たちのお父さんがいるから。名文字めっちゃ綺麗やん。ガストで編集しながらご飯です。パンライフ教。徳島って、めちゃくちゃ都会やん。徳島って都会なんだね。ハーレーダビッドソンとかあるもん。四国でハーレーダビッドソン乗る？徳島市内の方行くんでしょ今から。うん、まあ万能喫茶っていうか快活がそこしかないからね。でもあと湧き水でもあるんだよな都会の。あの富山みたいな街中にパーンと。徳島ちょっと宇都宮にめっちゃ似てるから候補地から外れる。ね、海あるよ。まあ、海あるよな。とりあえず四国入ってまず何したかって、ガストでポタ電2つ空になったから充電しながら編集をしながらお昼食って。7時間ぐらいいたよね。すごい。ということで今から湧き水に行くんで、はいはい、快活クラブに行きます。はい。なんかすげえやん。吉野川大橋だって。徳島見てあっちも、え、なんか高層ビルが多いやん。新宿いいやん。なんか窓切ったねんだけど、一回シャーシャーしてくんない？
さ、ひねりやつなくね。めたくそうまかった。幸せや。ガソリン満タン。ガソリン満タン、水も天然水満タン。お腹も満タン。お風呂も入れる。そうや。しかも今日そんなに暑くなくない。最高つきました。じゃあなります。お風呂。徳島、四国初の快活。バンライフ、今日。なんか喋ってや。撮ってんの？どこ来たんですか？ここ何県？これ多分まだ徳島県の板野町。道の駅板野に今日はお世話になります。なんかね、ドッグランもあるらしいよ。あっちの光ってんのがトイレ。まだなんか新しげな。え？道の駅やな。ユーチューバー？ご苦労様でした。シシ、はい、これ何パスタ今日のお昼は。うまっ。止めてるねえ、見えてる目。見えてないよ。何、老人だからいいの？そうだよ、矢沢だもん、ナンバーが。かっこいいな。ほら、あれピース、ギャルピースしとるやん。渋いね。久しぶり。久しぶり。え、どうする？どう、あの、なんか食う？いや、俺はまだ腹減ってないけど。減ってない。来たよ。なんかすごい
とこ行きたいな。骨付き鳥なんか高そうやな。鉄板焼きみたいなとこです。ここで食べる、それとも持ち帰る？ RV パークだったら、うん、外でテーブル広げられるから。ほな持って帰ろうか。そこなんか焚き火とかもできるらしいから温める？あ、そう。そう。いや、温めなくても温まってる。温まってる。でも持ってくんでしょ、また。でそしたらまたフライパンとかで温めればいいっしょ。うんうん、それでもいいよ。じゃあルイちゃん一緒に買いに行ってる。私予約しとくわ。ああ。じゃあ先に予約していいから行くね。じゃあ。ああ。先行ってて。いいの？ごちそうさま。やって。お前も。有名なんですよ。あ、外で待ちますか。あのさ、ねえ、あの後ろから見るとアフターのキャバ嬢とお客さんみたいな愛人関係みたいな。ごちそうさまです。ありがとうございます。じゃこ天とね。あ、これね、愛媛やん。めっちゃかわいい。やったやん。なんでミキアって何？あ、ミキアン。くそ、何おしゃんやね。ミキアン、これはね、派手。ミキアン、ミキアン、ミキアン、何から何まで。今日はでもあれ、あ、これがこれ N 版なの？ N 版ってここないんだ、仕切り。あ、いいね。え、奥さんと同じ？僕が